健康的にダイエットするためには、普段の食事がとても大切になってきます。ダイエットは一朝一夕にはいかず、継続して取り組むことで効果が出てきます。ダイエットは何を食べるかはもちろん、長く続けるためには、その食材の価格も気になることですよね。本動画では、健康的に痩せることができ、安く手に入るコスパの良い食材を5選、ご紹介します。健康的に痩せるコスパの良い食材5選。1. 豆腐。豆腐は低糖質、低脂質で、牛乳の2倍ほどのタンパク質が含まれています。また、豆腐には以下のようなダイエット効果が期待できます。カロリー、糖質を抑えられる。炭水化物と比較して低カロリーで糖質量が少ないのでダイエットにつながります。例えば 100g のご飯のカロリーは 168kcal、 タンパク質 2.5g、 糖質 36.8g です。それに対して 100g の豆腐のカロリーは 56kcal、タンパク質 4.9g、 糖質 1.7g となっています。3食のうち1食だけご飯の代わりに豆腐に置き換えるなどすれば、無理なくダイエットが継続できるでしょう。便秘解消効果がある。豆腐には大豆オリゴ糖が含まれていますが、これには腸内の善玉菌の餌になるという特徴があります。それにより善玉菌の数が増えて腸内環境が整い、便秘解消効果が期待できるのです。きれいに痩せられる。ダイエット中はタンパク質が不足しがちで肌荒れなどが起きることがあります。しかし豆腐には良質なタンパク質が豊富に含まれているので、ダイエットを心がけつつ美も保てるということになります。2. 納豆。納豆は1パックあたりカロリー 100kcal、 タンパク質 8.3g、 糖質 2.7g とダイエット中に不足しがちなタンパク質も豊富です。納豆には以下のダイエット効果が期待できます。健康な体を作る。納豆1パックにはビタミン K が300マイクログラムとビタミン K が豊富に含んでいる珍しい食品です。このビタミン K がカルシウムを骨に定着させたり、骨の中のタンパク質を活性化させることによりダイエットの基盤となる健康な体を作ります。便秘解消効果がある。納豆には納豆菌や食物繊維、ビタミン B 群が豊富に含まれていることから腸内環境を整える働きがあります。そのため便秘解消効果からダイエットにつながるのです。むくみ解消効果がある。納豆に豊富に含まれている納豆キナーゼ酵素により血液がサラサラになる効果が期待できます。そのため血流が良くなり、ダイエットの敵であるむくみを解消してくれます。満腹感が得られる。納豆はネバネバとする食感のため、自然とよく噛んで食べるようになるので満腹感を感じやすいです。さらに食物繊維も豊富に含まれているため腹持ちもよく、食べ過ぎを防ぐことができます。きれいに痩せられる。納豆には大豆イソフラボンが豊富に含まれているため、女性ホルモンの不足を補ってくれます。そして肌トラブルなどを防止しつつ、きれいにダイエットをしていくことができるのです。3. 鮭。鮭には体内では生成できない必須アミノ酸が豊富に含まれていることから、良質なタンパク質食材となります。そのため脂肪燃焼効果が高く、痩せやすい体を作ることからダイエットへ効果が期待できます。また
ビタミンやタンパク質が豊富に含まれていることから、健康的にダイエットするにはもってこいの食材です。4. 鶏ささみ。鶏ささみは低脂質でタンパク質が豊富に含まれている食品です。そのためダイエット中に不足しがちなタンパク質をしっかりと摂ることができ、きれいに痩せることができます。しかも鶏ささみは 100g あたり 105kcal ほどで低カロリーな上、安いためとてもリーズナブルなダイエット食材となります。 5. もやし。もやしは 100g あたり 14kcal と低カロリーで低価格なので、ダイエット中にはもってこいの食材です。消化がよく、さまざまな食材と合わせやすいですし、ボリュームアップ効果から満腹感を感じやすくなります。以上、いかがでしたか？今回ご紹介した食品は安く手に入り、とても効果の高い食材なので、日常的に取り入れるようにしましょう。ぜひ参考にしてみてくださいね。